それでは、エコミッション代理お願いいたします。調印書、12月6日、両国国技館で行われる 3AA 並びに全日本女子プロレス協会認定 3AA 世界選手権試合に対し、定められたルールを守り、女子プロレスラーの誇りを持って正々堂々と戦うことを誓います。平成5年10月29日、チャンピオンアジャコング、挑戦者工藤めぐみ、立ち合いに上田晋司、以上です。それではこの試合に対する報告を両選手よりお願いします。まずアジャコング選手よりお願いいたします。工藤選手とはもともと同期でして、まあ入った時からそうですね、いつかはこの赤いベルトを負けたらいいなと、この道場でずっとこう思いながら一緒にやってきて、まあ途中で道は別々に分かれてしまったんですけれども、まあ、ダメだと言われ続けた61年組がやっとこうして、両国国技館という場所でこの赤いベルトをかけて戦うことができるようになりましたので、その辺肝に銘じて、頑張って試合したいなと思います。常々ね、このアジャ選手と一緒に試合をしたいと思っていましたんで、このカードが実現して、この一戦にかける意気込みっていうものを、私が今までやりたいと思ってた熱い思いをこの一戦にぶつけたいと思います。あと私が初めて選手紹介というかリングに立ったのが両国だったんで、これも何かの縁だと思いますんで、その両国で試合ができることをとても嬉しく思います。それでは質問の方に移らせていただきます。小島記者お願いいたします。昨日の FMW 後楽園大会で工藤選手がアジャ選手への挑戦を表明してこの試合が実現したわけなんですけども、挑戦を表明するに至るまでの経緯をお話しください。前から対抗戦が始まる前からアジャ選手とはやりたいと思ってたんですけども、この一戦に対する思いっていうのは私の中では普通の対抗戦とはまた違った思いがありますんで、自分自身とても大切に思っていましたし、本当に自分のここ一番っていう時にやりたいと思ってたんで、それがようやく来たっていう感じなんで、ここに至るまではいろいろ考えもしましたけど、私が今やるべき時が来たんじゃないかと思って昨日表明いたしました。受けて立つアジャ選手の方はどうでしょうか。8月の西宮球場で一回当たってるんですけども、その感想も含めてお願いします。そうですね、今工藤選手が申しました通り、やっぱりこれは、対抗戦が今こういうふうに始まるようになる前からずっと熱望していたものですし、まあ、やっぱりそういった意味におきまして、普通の対抗戦とは一味違ったもの思いがありますので、その辺でやっぱりそうですね、しかもその両国という初めてリングに立った場所でできるということで、すごいなんか嬉しく思うというか、まあ西宮では、タッグですが負けましたので、ぜひ今度こそはシングルで、まあ、あの時に、まあ、私がぜひ今度はシングルで決着をつけたいということを、申しましたので、今度はきっちりシングルで、しかもこの赤いベルトをかけて、やりたいと思います。他に質問ございますか。質問からいらっしゃいませんか。それでは写真撮影に移らせていただきます。
3WA 世界シングル選手権試合女中心グラトーム再開と題してお送りします。まずは赤コーナーチャンピオンのアジャコング選手です。さて今日は昔の同期を迎えるわけですね。そのあたりの思いをちょっと語っていただきたいんですが、まあここでごちゃごちゃ言ってもしょうがないんで、全てはリングの上で出したいと思います。もちろん防衛はしてくれるんですよね。それはもちろん当然のことです。なおかついい試合をお願いします。そしてチャレンジャーは FMW の工藤めぐみ選手です。さあこの国技館でアジャと再会したわけですけれども、シングル対決どうですか？最初で最後だと思ってますんで、自分の中の全てを出して勝ちたいと思います。はい、やっぱりベルトを取って帰ろうという気持ちはあるんですか？それもありますけど、まずこのシングル自体、組まれたこと自体の方が私にとっては意味が大きいんで、まあ、ベルトはその次になりますけども、でもベルトを持ち帰る気持ちで頑張ります。はい、頑張っていただきたいと思います。先ほど申しました婦人テレビの下に両選手並びにレフリーに花束の贈呈を。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。ただいまより女中心グラトーム再開 3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー FMW 挑戦者140パンド工藤めぐみ。赤コーナー全日本女子プロレス 3WA 世界チャンピオン230パンドアジャンコンフ。アジャーレフリー小宮。さあいよいよ後半戦、後半の3試合は、まあ、これはトリプルメインイベントと言ってもいいでしょう。まずは第1試合です。3WA 世界シングル選手権試合女中心グラと題しまして、61年に同じく時を同じくしてデビューしましたアジャコング、そして工藤めぐみが今ここでタイトルをかけて争うと戦うということになりました。放送席には同じく61年組のコンバットトヨタさんにお越しいただいています。コンバットさんよろしくお願いします。お願いします。ね、まあ2人とも、まあ、かなり当時としては比べ物にならないほど成長しているわけですけれども、まあ時を同じくしてデビューし、そして今タイトルマッチ、片やチャンピオン、そして片や挑戦者と、そして団体も違うというところでね、本当に2人の、まあ、心に去来するものというのはいろんなものがあるんでしょうね。そうでしょうね。うん、この戦いはコンマスさんはどんな風にご覧になってますか？結構一言なんですけど、一言、うん、うん、でもやっぱり同期っていう面で見たらね、はい、2人ともやっぱり苦労のどう見てもやっぱり工藤の方がね、うん、まあ下馬評では確かにね分が悪いですよね。だから、うん、頑張ってっていうかね、うん、欲しい部分もあるんだけど、今でも対立してますからね工藤とは、うん、だからなかなかエールを送りにくい立場にはあるわけですけどね。さあ手4つ真っ向から勝負していこうというのがこの工藤でしょう。意地はすごいですからね、ね、まあ、同期ということでね、たとえチャンピオンだろうが何だろうが、もう真っ向からね、まあ、細かいことを考えずにドーンとぶつかっていこうというのがね、本人の考えじゃないかと思いますけれども、うまく足を畳んで、今日はじゃあ真っ白なコスチュームですよ、斉藤さん。そうですね。またピカピカとね。アジャ選手は
大事な試合になるとちゃんとコスチュームとかも新しくしていくんですよ ね映えますよね、この大会場には。さあ腕を固めていく。今日はこういう風に戦うっていうのはすごくよくわかるんですね、アジャ選手の場合は、うん、あのドカドカドカっていく日もあれば、うん、こうやって割とゆっくりじっくりやっていく、うん、あのダイナマイト関西で戦った時とかね、うん、あの蹴りには蹴りでいくとかね、うん、あの自分の中で相当テーマ作るタイプでしょう、うん、おっと蹴りローキック強烈、あっと3発で今工藤が倒れていった。あーすごいラリアット、カウント一つで返していきました工藤。まあ形では団体対抗戦というか FMW と全日本女子のまあ戦いということになるんですけれども、まあ完全にこの試合はそういった団体間の垣根というのは超越した感じがありますよね。割と個人的なもんじゃないですか、ですよね。あーすごいキック、すごいですね、ものすごい音しましたよ今、場内両国国技館。でもアジャは結構体重落としたんですよね。あのスピードアップのためにかなりシェイプアップしてきたということですけれどもね。でも下半身はやっぱすごいですね。やっぱアジャって見た目より重いんですよね。見たい、やっぱり重心が下に、自分は重心下じゃないんですね。あ、足の方が細いっていうか足首が細いんで。なるほど。だからすごくああいう体型はいいと思いますよね、うん、あれで上半身鍛えればもう2にかまぼう、誰も手がつけない、まあ、すでにちょっと誰も手がつけられない。新人の頃はもう上半身本当なかったんです、全然細かったでしょ新人の時は。足は結構あったんですけど、もう上半身が全然なくて、でももう結構太って、上半身も結構自分よりと変わらないぐらいありますからね、そうですよね。本当にデビュー当時、デビュー戦は自分となんですよ。ですよね。あ、自分が獅子堂と獅子堂エリカでやったんですけど、はい、あの時やって負けちゃったんですよ。工藤の方が多少デビュー早かったんですね。そうなんです、工藤と前田が、前のロールがね、うん、本当にこの61年組というのはね、それぞれの道を歩んでますよね。最初10人ぐらいいたんですよね。10人いましたね、いっぱいいたんですよ。まあ、すでに引退したまあ、バイソンであるとか、はい、あるいは高見、神谷、そのあたりですかね、レイブン、うん、たや今ね、残っている選手が FMW、そしてフリー、全女と、はい、本当にこの60年、1年組というのは人それぞれ、そうですね、いろいろな道を歩んで、そして今こうしたね、交流戦でやっと接点を、はい、目が出ない目が出ないって本当に言われてたんですね、自分たちっていうのが61年組っていうのは。前の代がまたね、そう、前と後がすごかったんで、うん、でもうダメだダメだっていつも言われてまして、うん、でもこういう形で、あのアジャがこう出てきたんでね、はい、うん、自分たちも違うところに行って、本当に不思議っていうかね、うん、時代の流れっていうか、うん、まあ、そんなことを、ね、考えながら試合はしてないんでしょうけれども、まあこの2人の間でもやはり試合前ね、いろんな思いっていうのはあったと思いますが、そうでしょう、なんか一つ一つのこう、ね、締め技なんかもこうじっくりやってるなっていう感じがしますけれども、さあ逆水平がもう一発、さあこの意地の強さ、さあいけ、くどめが逆水平、何クソという感じですね。真っ向から受けて立って、ラリアット、さすがにこれはきつかった、尻餅をついてしまったくどめ、そしてハイアングルブレーンバスター、対空時間が長いぞ、カウント2、さ
さあ、そしてまた肩逆エビ固め。3WA 世界シングル選手権試合タイトルマッチ、アジャコングとしては、まあ、ダイナマイト関西一戦に次ぐ防衛戦ということになりますね。実は一回北斗との防衛戦というのがあったんですけど、まあ、それはタイトルマッチにならなかったですね。なりません、はい、幻の、はい、まあ、タイトルマッチという形になってしまったので武道館以来ということになりました、このアジャコング。さあ、工藤、この表情、工藤としてはどのあたりでこのアジャの牙城を切り崩していけばいいですかね。やっぱりスピード、スピード専門じゃないですか。といってもアジャがスピードが遅いってわけじゃないですからね。相当アジャもスピードありますからね。やはり一瞬の回転技ですかね。どうですかね、返し技か、あるいは自爆を誘っての、そういったところしかちょっと思い浮かばないような、そんな記載するんですけれども、まあ、それだけこのねアジャコング、この61年組の中でもひときわ成長してしまったというこの人ですけれども、おっとうまく返してエビに丸め込んだが、カウントは一つ返していった。おっと腕不思議、関節技で活路を乱そうかというこの工藤。工藤目の関節ってのはどうなんですか、コンバットさん。いろいろ考えてますからね、うん、同じ入るにしても、ね、いろいろ考えて、あっとこれ伸びましたよ。お、これはかなり決まってますね。あっとアジャコンが危ない、いや思わぬ展開、ロープいっちゃうかな、あちょっとポジショニングが悪いかな。今アジャの手完全に伸びきりましたからね。あーロープエスケープ、さすがにやはりね、まともにホールを取るというよりはこうやって一箇所集中じゃないですかね、一点集中でね、あわよくはギブアップという、そういう戦法でしょう。体が違いますからね。あーともう一回来た、あーリング中央危ない、アジャコンが危ない、モンドリ打って、あーしかしロープに追われた。いや、がっちりと決めますよ、これは。どうでしょう、これ試合前から狙ってた感ありますね、工藤。大技で勝負してもしょうがないんですよね、はい、多分、ね、ああいうのが今なんかピタッと決まったなっていう。休む前で行けばいいんですけどね。あ、ここでやはり場外を追っていった方がいい。飛ばないか、ちょっと様子を見ていますが、割と両者ともじっくりやってますよね。じっくりやってますよね。まあタイトルマッチということもあるんでしょう。ひょっとしたらこういう2人になってからの、まあ最初で最後のねシングルかもしれないしね。最初で最後かもしれないという気がします。またそんなにやるべきもんじゃないし、うん、そうですよね、うん、特別だと思いますよ、この試合すごく。あっと今度は脇固め、これもリング中央。いや、やはり工藤に意地がありますね、これは。おっと完全に入ってるぞ、アジャのこの苦しい表情久々に見たような気がします。あっと完全に手のひらが返っている。あっと体を返しているので、ね、あっとかろうじてロープエスケープ、まだ行きます。どうだと言わんばかりの工藤の表情。しつこいですからね、工藤は。しつこいですか。しつこいですね。やはりちょっとこれもポジショニングがねじりじりと寄られてしまうんですが、この辺が体格差いかんともしがたいところですけれども、今度は何があるのか。腕を固めて、ここまで工藤、これはまあ堂々たる戦いっぷりというかね。あ、一発の張り手、あ、素早く蘇生した。あ、もう一発。ああいう性格なんですかね、工藤ってやっぱり。ね、そうですね、すごいですね。あ、
お、お、見せました工藤めぐみ。そして腕しやぐじゅうじリングの中央だ。アジャコングを一発の張り手で倒した人この人ぐらいじゃないですかこれ。すごいですね。もう気合いっていうか何でしょう、何なんか乗ってましたね今の張り手には ね、 これはね意地とかそういったもの以外の何かこの言い知れぬ、倒れちゃったのはアジャの方の頭の中にもなんかよぎったからじゃないですか。やっぱり若手の頃のこと聞いたら全然工藤勝てなかったって言いますからね。そう、自分も勝てなかったんですよ、はい、工藤の方がはるか先を歩いてた新人だって言いますから、はい、そして今度はいや必要に腕を固めていく、なんかしてやったりって顔してます ね工藤も、ね、何かあ指も生き生きとしたこの表情かっこいいですね工藤。まあねやはりこう二人ともこう待ち望んでいたシングルマッチというふうに聞いてますのでね。こうしてしまえばアジャモって感じがしますよね。いやしかしこれまで無敵を誇っていたアジャコング、うん、やっぱり体ごとぶつかってもしょうがないじゃないですか、やっぱり作戦ってありますよね、使える作戦って ね。いやアジャが再三再四見せますこの苦しい表情、いつもの余裕はちょっと薄れてきたようなそんな期待しますアジャコング。いやロープとかに振っちゃいけないんですよ、うん、やっぱりじりじりとカウンターだったらアジャにかなわないから、はい、あでも右腕つらそうですね、つらそうですね、かなり効いてますよ右腕、当然あの裏剣あるいはラリアット打ってくる腕ですからね、右腕が負傷するとアジャも苦しい展開になってくる。おっとこれはまたスタイナースバリの来ましたよ、行くぞさあ行くぞの掛け声とともに、うわすごいスピードだ。あーでもまたアジャのペースでしょうねこれだとしばらくは。それにしてもこの対角線を走るアジャのスピードどうですか。すごいですよ、スピードありますよね、ここですごく走ればいいんですけどね。アドリアホールパイルドライバー、ものすごい落差返した、まだちょっと右肩を抑えているアジャ、工藤まだまだそのあたりつける隙はあります。ロープに振って、うん、ラリアットをかわして裏剣もかわした、うん、工藤何か余裕を見てねかわしてますよね。そのあたりの攻撃やはり同期ということもあって見透かしているのか、そしてロープに飛んで、おーすごいトペ、飛距離十分スピードも乗っていたぞ、アジャは場外でグロッキー、いやーくどめしてやったり、素晴らしい飛びだったんじゃないですか。すごい飛距離だったですね。ロープに振ってこちらも得意、何かいつものヒップアタックよりいいですよ、うん、カウント2、あっとこのバックを取って裏剣もかわして、さすがに裏剣一発も食いませんよ、これはちょっと無理か、ちょっと重いですよねいくらなんでも。そうですね、あの下半身ですから ね、ここまではどうでしょう、九度目ペースといっても過言じゃないでしょう、さあここまではチャンピオンアジャコング腕の必要なる右腕での攻撃でちょっと動きに精細を変えてきたかチャンピオン、さあ、お考えてますね、考えてますね、いや今ちょうどショルダースルーをうまく DDT で返していったという感じですけれども、おー邪魔、いやー軽々と持ち上げていった、カウント2、
いやー、九度目が追い詰めていったぞ、アジャコングを。もう一回いきますか。あー、しかし無理だ。しかしアジャをタイガードライバーで持ち上げて、 お腕を取って締めです。あーっと、締め技ですよ、これは。なんでしょう、足をかけるんですよね、手。あ、手をかける。かけますね。あーっと、三沢バリのフェイスロックですけれども、これは変形で考えたんですよ、自分で。オリジナルですか。そうですね。あー、これはすごいぞ。落とせコールか。完全に決まった、腕や両腕決まっているフェイスロック。あー、惜しい惜しい。驚きました、工藤めぐみ。アジャちょっとグロッキー状態。いやいや、本当にね、まあ正直言いまして、戦前の予想ではかなり苦が、あ、レフリーが、レフリーを巻き込んでの、レフリーを巻き込んでの、ちょっと頭を抱えているのはレフリーボブ矢沢。大丈夫か。コーナー、うん、コーナーに乗ったセカンドロープ。あ、しかし、なんだ、なだれ式、なだれ式トップロープだ、トップロープ、フランケンですね。なだれ式フランケンしたいな、なだれ式フランケンしたいな。レフリーホール、レフリー、あー、しかしレフリーがいない、レフリーがいない。カウントは3入っているのか。ボブ矢沢どうした。フランケンしたいな、完璧に来た、決まっていたなだれ式。ボブ矢沢はご覧の表情。あー、ふんまんやるかないぞよ。スイング DDT ですか。さあカウント、あー、いやー、フィニッシュホールドを惜しげもなく畳みかけていく工藤めぐみ。ロープリフト、何があるー、あー、ここ一発パワーの差が出たか。あー、高角度バックドロップ、危ない。ものすごいバックドロップの洗礼。アジャコングここで蘇生したか。カウント、まだまだ9度目の、まだまだ9度目のその闘争本能は生きているぞ。バックドロップを返してるわけ、入りましたね。裏剣もろに入った。いや、しかしね、腕攻めが効いてますよ。あー、避けられないか。いや、じゃあ右手使っちゃったですね、うん、かなり痛がってます。どうですか、9度目の表情。これちょっと朦朧とした感じがしますが、危ない危ない、裏剣3連発。まだ行きますよ、フォールに行かない、フォールに行かない、ま、あ、容赦ないぞ、ノーガードの9度目に対し。アジャコング裏剣の洗礼。あっと、ちょっとグロッキーですね。あー、工藤が完全にグロッキーだー。これでもかですからね、まだいくか、まだ行きますよ。ちょっとアジャ、あー、ちょっとダウン取りますか、これは。あー、テンカウント取りますかね。いやー、さすがに11,500 人大観衆超満員、カウントが入ります。工藤大コールだ。あ、アジャが今起きろというふうに言ってるんですか。涙がちょちょ切れそうな地点、ね、いや、工藤が起き上がったぞ、起き上がったぞ。アジャが自ら、いや、この同期対決にね捧げるアジャのフィニッシュフォールドは、
裏剣じゃなかった斜め式あ返した返した返したカウントはブロいやー超満員お客さん一瞬総立ちになりましたけれども惜しかったですね今いや興奮のボルテージが 120% ぐらいになりました今いやそれにしても誰がこの熱戦やっぱりこの同期対決とこれ何かあるんでしょうかねあるんでしょうね実力以上のねなんかありますからねありますよねいや正直言いまして工藤目がここまでアジャを追い詰めるとは全然誰が予想したかアジャはあの観客を置き去りにしてあの2人だけの試合になっちゃうかもしれないよって言ったけどそんなことないですね、なんか興奮度もう最高潮でしょ、すごい持ち上げたー危ないあー裏切りカウントあーここでピリオドアジャコング最後のフィニッシュは何か工藤に僕は抱きついていたようなねそんなホールに見えたんですけれどもいや素晴らしい試合だったと思いますよなんか近年まれに見るなんかジンときましたねうんなんかすごかったいやー未だ起き上がれない両者二人の心中はいかにアジャコングの最後の裏剣そして最後の何か抱き合うようなホールだったんですけれどもね今画面は工藤恵のその燃え尽きた表情アップで捉えましたそして今高々と右手ああしかしアジャコングが工藤の健闘を称えます何か勝負を超越した何かがねあったんじゃないかそんな気がしますその道に別れてからの5年間は長かったけどこっからまたスタートしよう ジャガーさんこんなに大きくなりましたよ見てくださいやりましたこうしたアジャコングに認定賞、まあ、しかしこれタイトルマッチそういったものは全く超越した戦いという気がしましたねそうですねもう最後の今ちょっとねジャガー選手冠類にむせいでますけれども、まあ、いわば育て の, あのこの2人はジャガー学校の育成っていうかね、うん、そう、まあ、60年組みんなそうだろうけどう、ジャガーさんが引退して最初に教えたグループがこの61年組なんですよ、そしてね、なんか本当プロレス一大絵巻って感じがしてなんかもう鳥肌もんでしたはい、こちらにはチャンピオンのアジャコング選手が戻ってきてくれましたとりあえずおめでとうございますありがとうございます2つの離れていた道がやっと一つになりましたねそうですね、試合前にごちゃごちゃ言わずに全て試合で答えを出しますというお話でしたけれども
もう本当にその答えは十分に分かりました。ベルトがかかってたんですね、この試合。そうですね、でもあんまり今日は関係なかったですね、うん、ベルトはこういうことを言うとベルトを狙っている人には悪いですけど、まあ、それを超えたものがあったんで、でも、うん、やっぱり今日は負けですね。途中だいぶ追い込まれましたし、やっぱりこれからもう一遍一からやります。もう一遍工藤をきっちり倒すまでは。それが先ほどのこれからがスタートという言葉ととってよろしいですか。そうですね。これからまた新たなスタートが始まります。アジャコング選手チャンピオンです。まあ、こうやってまたもう一度アジアで戦う時が来て、今戦い終わってどんな気持ちですか。自分がやりたいと思って思ったカードが実現して、今試合を終えてなんかすごく充実感っていうものの反面、一つの目標としてやってきたことが遂げられた今のなんか感無量っていう気持ちの反面、心の中がなんか空っぽになったような、また次の目標を見つけてやっていかなくちゃいけないな。今このまま浸ってたらまた取り残されていってしまうんで、また次の目標を見つけなくちゃいけないなと思います。男女混合の FMW っていうスポーツ団体にいて、そこで学んだことの成果って今日は出せましたか。私が FMW で学んだっていうのは、技の向こうのようにもいろんな圧力からの維持っていうものがほとんどだったんで、勝負は最後まで諦めませんでした。こうやって赤いベルトをかけて戦えるまでになったということに関して、プロレスをやってる人とかプロレスラーとか前場の人っていうのは、このシングルの赤いベルトを目標にしてるわけだから、それは本当に価値ある貴重なものだと思うんですけども、でも私の場合は今日は赤いベルトがどうのっていうよりも、一度やめてまたこうしてリンクに上がれて、試合ジャガーさんの目の前で試合を見てもらったっていうことの方が、ベルトの価値よりも私の中ではとても大きなものです。自分の
力を出し切れた。負けたけど満足はいってる。私この試合っていうのは、普通の試合、自分の本当に進化が問われる時期の大切な試合だと思ってたんで、私が本当に心に残る大きな試合だと思います。